ネットで収益化する、儲かるサイトアフィリ、儲かるメルマガアフィリ、儲かるネットビジネスですね、儲かるインターネットビジネスということなんですけども、まあ、ネットで収益化するならですね、一つのあなたの得意な流れっていうのを作られるといい方だと思います。文章を書くのに全く苦でなければあのサイトでもいいんですけども、ただですね、やっぱり外注さんもですね、数百円で、1記事依頼できるノウハウがありますので、それをできることを考えると、あなたしかできないことに特化した方がいいのかなと思います。まとめ的な記事、まあ、あなたの経験を書くですね、数記事、メインの数記事っていうのはあなた自身書かれた方がいいですし、メルマガもですね、あなた書かれた方がいいんですけども、まあ、普段ですね、毎日毎日集客するようなものを あなたが書くっていうのは他のことができなくなってきますよね。なので、やっぱりそういう役割分担をしていくっていうのが僕はすごく大事かなというふうに思います。まあ、あのメルマガについてもサイトアフィリについてもご相談いただければ LINE の方で連絡いただければと思います。ですぐ収益化したい